モノマネバカ入りだコロッケヒストリー。昭和55年熊本から芸能界を夢見て単身上京した青年高野宏。彼の名前を世間に知らしめたのはあの伝説の番組お笑いスター誕生だった。昔百武装というものがありましたけどね、エビスとかひょっとこおかめね、これを現代に置き換えてちょっとこれやってみたいと思いますので、モノマネ芸人のパイオニアとして平成5年にモノマネバトルに参戦。以降コロッケ独特の演出によりモノマネ界に新しい風を送り続けた。コロッケのモノマネはいつしかご本人をはるかに超えていった。遅れて森がなけバサササササササバーバーバーご本人の前でもコロッケ独自の演出は健在。いや、結構ね、特徴掴んでる。しかし、時にはコロッケ自らが大失敗作と語るネタもあった。お客さんからこんな大ブーイングを浴びたことも。
そんな苦悩を乗り越えてコロッケはさまざまなアイデアを生み出し、さらなる進化を遂げていくのである。だんだん早くなっちゃうよ。今日はマイケルの新ネタをお見せしましょう。いやこうしてコロッケのネタはモノマネを超えたモノマネとして今もなお進化を続けている。これがモノマネ祭りだよ。こうやって見るとですね、本人の前でやってますね。やっちゃいけないことやってるんだね。川村隆二だって怒らないですよ。何ですか。彼の言葉じゃ何か似てる。なんとなくね、特徴掴んでますね。森さんのね、恐竜、恐竜ね、あれなんかジェラシックパークなんか見た後でしょ。ちょうどなんか太った人が迷い込んで森に迷い込んだ時にちっちゃい恐竜がいて、それが最初クロッコロッって言ってて、それがやる。それを見た時に一瞬森さんが横切ったのね。本当にね、コロッケはそうやって映画見たりとか、うん、普段なんかやってる時にヒントをもらうんですって。本当に月さんがロボットだったらどうなんだろうとかってこうなんか考えつくらしいんですよ。ものすごい努力してますね。そうなんですよね。久々に、うん、コロッケさんにあロボット五木ひろしをここで披露していただこうかということでよろしいでしょうか。伝説のネタロボット五木ひろし、自らのライブでしかやらないという特別編でご覧ください。誰とちぎりますか。童話の心を結びますか。波のうねりから岸に届く過去の歌を背負って激しい思いが砕けて砕ける砕ける砕ける、涙のように
にお願いございます。一緒に顔を動かさないようによろしくお願いしますね。こちらから見ておりますとですね、一緒に動いている方が、かなり多ございますので、こちらから見ておりますとね、とても目障りでございますので、よろしくお願いしたいと思います。こういうモノマネのショーの時は、時々お隣の方の顔も見てみましょう、ね、以上営業コーナーでした。じゃあ元に戻らさせていただきます。あれ顔間違えたったな、これ志村けんになっちまってよ。元に戻るかな。元に戻った。すこやかに